どうしたんだい。続けるのかどうなんだよ。けどよ。誰だ、そこにいるやつは。おい、百人だ。外せ。はいよ。今日はこれまで。また来ておくれ。あたいお酒買ってくるよ。久しいな、ジューベ。お主に頼みたいことがあってやってきた。そういう次第でな、健次郎様の身辺警護を頼みたい。ご家老には多少の恩義もある。引き受けてもいいが、金はもらいたい。いくらだ。千両。千両。二三の人でも集めねばならんでな。よし、一切任せる。心もとないと思って後をつけたら案の定だよ。でまあ大したことなくてよかったな。あ、痛い痛い痛い。ああ、わりわり。痛いですよ、おっさん。いやー、不覚でした。どうだ、痛むか。いや、大丈夫です。お前は大丈夫でもこっちは大丈夫じゃないぞ。どうもこれで敵に感づかれたな。大将、坂井家の江戸家老はなかなかの危険者だそうです。となるとどう出るか。36番書だと、間違いないよ。この目で確かめてきたんだから。よし、わかった。あ、ねえ、あんた今夜帰ってくる。36番書が噛みつきおったか。鬼番書には花房出雲がいる。まずい。江戸においては危険だ。領長、源次郎様を守って国表へ立ってくれ。城に入れてしまえばこっちのものだ。事件の時、源次郎様は国元におられたと白を切れる。一石二鳥だ。うるさいな。首振り八年と言ってな、そう簡単に吹けるもんじゃない。尺八というのはこうやって吹くんだ。あ、うまいもんですね。大したもんだ。口で言ってんじゃないですか。わかる。見込み通りだな。上州の国元へ逃がすつもりだ。どうしました。わしは後をつける。お前は大将に知らせて後から一緒に来い。はい。多分いた場所あたりで追いつくだろう。わかりました。じゃあ今日よし。
十分お気をつけなさるよ。十兵衛、頼んだぞ。行くぞ。江戸から上州和潮まで30里、途中に工藤俊作の影藩の城下町がある。長船道はこの道を通らざるを得んのだ。確かにそうですね。これは俺が影城代にあった司祭を記した書状だ。お前はこれを持って直ちに長船道を影城下まで走れ。はっ。影塾の手前に関所を設け、源次郎の一行とおごしき者は一人たりとも通すなと書いてある。俺は関所の手前で立ち往生している源次郎らに追いつき、これを撃つ。はっ。俺は浪人だ。急いで行けば源次郎一行やとっつぁんを追い越すはずだ。とっつぁんに会ったらその浪人を渡してやれ。わかりました。カゴでも何でも使え。急ぐんだ。はい。繊維は苦手、おしゃれな綿ブラウスって少ないですよね。そんな声にお応えしてベルーナブラウス部門ナンバーワン。もう迷わない、素敵が叶う活躍ブラウスのご紹介です。今トレンドのシャーリングデザインなのに肌に優しい綿 100%、 肌当たりがふわふわで気持ちいい。気になる首元までカバー、上品に見えて素肌に優しい一枚です。中間速乾機能付きでさらっと快適、抗菌防臭加工で部屋干しも安心。絶妙な七分袖、ゆったりシルエットで体型カバーも叶えてくれます。お出かけはもちろん、ご自宅でも快適にお楽しみいただけます。コットン100っていうことでまずびっくりしました。シャーリングって言うんですか。女性としては嬉しいですね。可愛らしい、優しいので、こう一日中着てられるんですよ。そのまんまお出かけにもなって、気に入ってます。綿 100%、 上品に見えて素肌に優しい、だからベルーナブラウス部門ナンバーワン。もう迷わない、素敵が叶う活躍ブラウス、3色セットのお届けでお値段なんと6990円、6990円でご提供します。しかも送料無料、サイズ交換も無料です。お申し込みは0120-565627、565627、お電話お待ちしております。あなたの肝臓を10秒チェック。夜のお付き合いが多い、40代になって健康が気になる、健康診断で肝機能の数値が要注意だった、一つでも当てはまる方は肝臓のケアが必要です。何かあっても自覚しにくいと言われている沈黙の臓器肝臓、そんな肝臓を守る今注目の成分、それはスルフォラファングルコシノレート。スルフォラファングルコシノレートはブロッコリーの新芽のブロッコリースプラウトに多く含まれる成分です。活性酸素により肝細胞を破壊されるのを防ぐ抗酸化作用があることが知られています。そこでお勧めしたいのがスルフォラファンサプリメントで日本初の機能性表示食品、カゴメのスルフォラファン。スルフォラファングルコシノレートは中高年世代の健常域でやや高めの ALT 値を低下させる働きがあります。カゴメ。日光街道行くとはどういうことかな。中山道じゃなかったのか。大将たちとは板橋でお茶ぶとになったのに弱ったな、これな。牛たちは行くし、よし、追っかけよう。目印
つけてくれよ。いいなあ、カゴの一個にもとっつぁんには合わないけど、まあいいや、ともかく家計状況に行こう。カゴの連中は追っ手をうまく誘っていったらしいですな。だがまだ花房出雲らしい姿を見かけん。道中は長いんだ。油断はできんぞ。十兵衛、そろそろ江戸を出外れた。カゴに乗ってもよかろうな。バカな、僕がカゴに乗ってどうする。万太郎の口の利きようは無礼な。言っておくがな、まず俺はあんたの家来じゃない。次に無事にわしを煮つくまではこの俺が大将だ。嫌なら俺たちは手を引く。勝手に花房出雲に切られるがよかろう。騒いで追ってるのが手が出んなことビクビクせにはならんだ。全く世の中間違うとんな。長津屋でございます。長津屋でございます。お泊まりくださいませ。長津屋でございます。長津屋でございます。ジュベ、ここに泊まるのではないのか。夜道をかけて甲の巣まで足を伸ばす。少しでも急ぐに越したことはない。甲の巣だ。まだ二里もあるではないか。だけどあんたもいい男だね。嫁とおめ傘のうちか。ありがとうよ。いらっしゃいませ。夜は無理だね。探すのは明日ってことにするか。はあ、これだけ急いできたのにカゴの一個はおるかとっつぁんにも追いつかんつな。もうだな。まさか遠回りして脇道へ行く。